通だと一回この右足を後ろに下げない下げないと後ろに行けないから。今日はあの山本さんと一緒に山本さんにシングルスのまた練習を聞きたいと思います。山本さん今日もよろしくお願いします。お願いします。あ、こっちか。いじりすぎでしょ。何としたよ。いじりすぎでしょ。ということで、シングルスでね、自分もシングルスで悩むというかシングルスをまともにね、自分はあんまり教わってきてなかったんですけど、まあなんか全部取れ、全部入れろ、スマッシュネットだっていう。それでやっぱ良かったんですけども、それでもありだと思うんですけど、山本さんから細かくね、今日はシングルスの場所取りっていうか立ち位置ね、やっぱここにね、やっぱこう構えるイメージがあると思うんですけど、その構え方が何が良くて、どういう時にどう構えるのっていうのを山本さんがきっと教えてくれると思います。確かに僕も楽しみですということで、よろしいでしょうか。よろしいです。なんか次あれですよね、プロの選手とか見てるとプロの、あの実業団の選手とか見てると、なんか次の動きめっちゃ早いなって思うシチュエーションあるんですよね。よくそこ飛びつけんなみたいな、そこ張ってんのかなみたいな、そういうところがすごい気になるんで、ぜひ教えていただければなと。お願いします。行ってみよう。じゃあ山本さんよろしくお願いします。行くいいって、どうしようかな。まず近い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 、本当にこれ結構クレーム来るから、クレーム来るから近い。まずどうしようか、まずネット前からいきましょうか。ネット前から、はい、まあ、必ずしも打ったら真ん中に戻れよく言うじゃないですか。あ、もう間違えた。打ったら真ん中に戻るってよく言いません？言われました。打ったら戻る真ん中みたいな。間違いです。間違いなんですか？間違いじゃないですけど、真ん中に戻んなくていいよっていう。へぇ、じゃあネット前。はいはい。ネット前ヘアピンの後、真ん中戻りますよね、打ったら。これ絶対追いつけないです。どう考えても。確かにね、追いつけないです。たまにフットワークしようとすると言うよ、言いますよね。ヘアピン打ってやっぱ絶対下がる人、そう、なんか小中学生いると思うんですよ。ヘアピン打ったら基本的には、まあ、一歩下がるぐらい。ヘアピンの後は真ん中戻らず。これ試合の時もですか？これ基本は、けどめちゃめちゃいいヘアピン打ったら、めちゃめちゃいいヘアピン打った場合、もう一回ヘアピン来るか、すんげえ高いロック来るかの二択だと思うんですよ。確かに自分がね、めちゃめちゃいいヘアピン打った場合、そしたらもう一歩も下がらなくていいです。もうここにいていいです。前前張り、で次ネット前来たら、もうここにいても高いロック飛んできたら、別にこっからでも多分取りに行ける。アタックローは絶対来ないからさ、こうめちゃめちゃいい部屋って言ったらここですからね。ここで取ったらさ、アタックロー来ないじゃん。確かに、来るとしたらここから基本的には部屋って言ったら一歩下がるけど、一歩下がってネット前も後ろも取るようにしたいけど、めっちゃいい部屋って言ったなと思ったらもうそこにいていいです。前強いのに。確かに。意識したいです。例えばちょっと距離があるような長いようなヘアピン打ったときは自分が結構戻ります。自分が長いヘアピン打ったら、まあ、でも、まあ、一歩ぐらいです。あ、でもそんなもんなんですね。で前と後ろ立っといた方がじゃあちょっと実際にやってみましょうか。確かに。っていうところしか返ってこないですね。いいヘビ打ったなと思ったら、もうその場に行っていいです。でもネットインした時なんかもう
ネットインした時は自分が自分がネットインした時はネットインしたらこうですネットインしたらこうですガンガンガンロブじゃないですかロブ相手じゃないからもうなんかそれはバックサイドバックサイドちょっといいヘアピンちょっと打ってくださいよ。何ですか？ちょいいヘアピン打ってちょっと見本見せてほしいです。よし、集中しよう。あ、でも確かに今みたいにいいヘアピン打つといいヘアピンが打つとあれそもそもいいから返せないこうなりますね軌道的にこうギリギリのいいヘアピンが大事ですねこれが長いとまた連携が変わってきますもんね、うんうん、自分がいいヘアピンネットギリギリに打った時はもうアタックローブっていうアタックローブは多分飛んでこない、うんうん、もう一回ヘアピン来るか高いローブしか飛んでこないと思うんで自分がいいヘアピン打ったなと思ったらネット前、うんうん、前張りでヘアピン来たらプッシュでそこからアタック高いローブ来てもここにいても追いつけると思うんで確かにそのいいヘアピン打った時の立ち位置は考え方はこの辺りどうやって前張りするんですか全然こうですこうです前張りこうですありがとうございますエクストラステージですねエクストラステージバックハンドでヘアピンを打つじゃないですか打ってじゃ足の向きとか僕すごい気になるんですよ大事じゃ打ってじゃ右足で踏み込むじゃないですか右足で踏み込んでじゃそのままで相手が打つのを待つのかじゃ足入れ替えて左足前のポジションでロブ待った方がいいのかみたいな私も目つけるね私もいいとこ目つけるねなんかよくその次の準備が早い選手とかすごいやってるイメージがあってなんかどういう風に使い分けてるのかなと思まずバックのヘアピン打ちます、うんうん、で1個下がるじゃんはいでもそこからクロスでアタックロブ来るとしてさ右足を一旦こう後ろに下げてからじゃないと動き出せない、うんうんうん、意味わかるかなわかりますよこのヘアピンする、うんうん、刺さるクロスアタックロブ来る右足を下げないと動き出せない、うんうんうん、これ俺もよくやられちゃうんですけど、うんうん、ヘアピンちょっと甘くなっちゃってアタックロブ下げてこう追い込まれちゃううん、当たるんで結構シングルあるんですよ確かにフォア側に追い込まれるってよくありますもんでこれ相手アタックローブ多いなって思ったら、うんうん、ヘアピンしてヘアピン打ってもう一歩下げるときヘアピン打って右足を下げるんですよ、うんうん、それによって何が起こりますか次の動き早くなりそうヘアピン打って、右足を下げて構えることによって、駒を飛びつけるんですか？ああ、確かに。おい、ナイス。ちょっと見たい。やっちゃおう。おお。そして、これは相手がアタックローブ多いなとか、アタックローブよく打ってくるなと思ったら、うんうん、こういう右足を下げて構えるのもあるんです。じゃあ普通だとどんな感じになるんですか？普通だと、ああ確かにワンテンポ遅くなりますね。一回この右足を後ろに下げないと後ろに行けないから。うんうんうん。それをなんかなくすというか、もう最初から右足に置いて、ここからスタートいきますよ。うんうんうん。
ワンジャンプできるし。と、ってことは、まあ、相手がアタックローブ多いときは右足を下げるじゃないですか。ただ、アタックローブが多いなって思ってるときじゃないときに下げました。だけど、ヘアピン来ると、右足下げるにちょっと遅れます。さすがっすね。たぶん、相手もヘアピン打って、相手が右足下げたなって思ったら、多分その石破さん側、うんうん、あの人はあロブ張ってんなって多分思うんですよ。うんうん、もし飛びついてくるな。そういう時って、ね、またヘアピン、もう一回ヘアピン打とうって多分考えないと思うんですよ。それもまた、なんか、自分しづらいな。でもこれ結構駆け引きっすよね。もうその俺がやるのね、うんうん、では右足下げてもう一回ヘアピン打ってきた、うんうん、そうするじゃないですか。あ、うん、これ相手は俺がアタックローブを張ってると、うん、西村さんアタックローブアタックローブを、あ、俺がアタックローブを打って張られてるって思ってる、張られた、あ、今ショートは張ってるなってことでしょ。そう、アタックローブを相手が行かれてきて、あ、相手が打とうとした時に、あ、ヘアピンやったら、ヘアピンやったら、こっちはアタックローブを張りました、張ってます、張ってます、アタックローブを張ってると思ってる、張られたと思った、張られたと思った、張られたと思った、俺は当てるの、待ってる、うんうんうん、そしたら、ヘアピン行きますよ、うん、ヘアピン行きます、張られてると思ってるからヘアピン行きます、あ、で、俺は心理的には、あ、これバレたのか、相手に張ってるのが、うんうんうん、そしたら、体ではこっち張ってます、アピールしといて、頭ではベッド前を張りに行くみたいな、うーん、下げたりとかっていう、なんかエクストラステージパターンなんですよ。それちょっと難しいんだけど、実際にちょっと見てみたいですね。え、じゃあちょっと待ってください。アタックローブ、じゃあ右足引いてアタックローブを張ってます、で相手が、あ、翔太くんはアタックローブを張ってるなって分かります、で、あ、だったらじゃあヘアピンを打とうとします、アンパイだと思うんですよ、うんうんうん、俺はこっちを張ってるんだ、確かに確かに、それをまた俺は張ってると見てかけて前を張ってる、右足が後ろの状態で、でも気持ちは前を張ってると、ちょっとアタックローブからやろうか、うんうんうん、あ、じゃあまず、じゃあ段階でいこう、まず右足前でヘアピン張ってることなんですか、はい、こうやっててヘアピン張られてるのがバレました、うんうんうん、あ、これバレた、よし、はい、ヘアピン打って、はい、パンで、あ、これ張られてる、うんうんうん、バレた、じゃあアタックローブをこっちは多くする、多くするで、ショートは追い込まれるようになった、今度エアーゴンさんはそれを見越して、早くして、身につけるようにする、そういうことね、そうそう、こっちは、こっちはいっぱい、もう一回やっとる、はい、下げて、飛びつき、あ、これ貼られたなとこっちが思ったら、とか思ったらこっちの人はこのヘアピンが来る、それを見たら、矢本さんは右足下げて後ろを貼るんだけど、この時の頭の中は前貼ってる、おー、なるほど、これエクストラステージです、これで、あ、下がった、入れて、今の人がくるー、はい、そこ鍵引きっす、うんうんうん、っていう段階がいろいろあるよ、そう、だから、あれですね、シンプルに右足をずっと前に出していけばいい、シンプルに後ろを張ればいいじゃなくて、そう、どう見せてやって頭の中が役になるシーンもあるって、そうです、さすがありさん、わかりやすいわ、どうですか、そうですね、わかりやすいでもすごいあれなんですね、なんかそんな攻め合いがあるんですね、キワキワっすね、キワキワっす、なんかシンプルに下がりやすいからネット打った後に、あ、右足下げてる人もいるなくらいに思ってたんですけど、まあ、まあ、でも分かるでしょ、個人的な意見なんで、うんうんうん、やっぱ下げた方が後ろは飛びつきやすいと思います、うんうんうん、どうせ、どうせ下げるってことでしょ、確かに、前はね、遅くなることがあるかもしれない、前は遅くなることはある、うんうん、どう形態しちゃったの、うーん、足の向きは大変、この話を聞いてまたね、いろんな選手とかのプレーとかを見ると、あ、この人後半下がってたけど前半だみたいな、うんうん、演技で楽しいかもしれない、いや、これめっちゃ深いっすよね、
やってる人としかもやってない人もいますもんね、意外に。うん、あの小学生とかだと全部こうさ真ん中戻ろうと思って、うんうんうん、避けちゃって前ね2本目打たれたら取れない子もいるし、逆に全部前張りすぎて全く後ろ取れない子もいるから、うんうん、なんかその組み合わせもあるよってところと段階的にそれを考えて準備するのが大事ですね。うん、はい、なるほど、勉強になります。近い、すいません、見えませんでした。まとめです、まとめです、お願いします。まとめです深い話でしたね。いや、めっちゃ深かった。ただこういう風にステップしましょう、ただこういう風にステップしましょうじゃなくて、うん、対戦相手がやっぱ行った上でどういう想定ですかっていうところがやっぱり大事ですね。です。今日のね、あの場所取りということで、打ったら戻る、もちろん大事です。打った後戻ったりっていうのは大事なんですけど、正解でもあり間違いでもあるよってところはあるから、間違いというか、うん、相手が何打ってるかっていうところに対してもう一回ヘアピン来るのにすごいダーって走ったら、うん、やっぱそれは間違いになっちゃいますし、うんね、相手が後ろにどんどん打ってくるのにずっと前張ってたらやっぱそれはまた違うっていう形になるので、うん、それを考えた上で準備するのが大事だという話を山本名誉監督はおっしゃっていると思います。ということなので、皆さんもバドミントンを、もちろん体も鍛えて、ね、心も鍛えて、そして頭も鍛えて、皆さん楽しくバドミントンをしてもらえたらなと思います。この動画を見て、とっても良かったよという方は、高評価とグッドボタンのほどよろしくお願いします。以上、アーリチューブでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。